芋虫の作り方。使用するバルーンはこちら。160緑に2センチほど空気を入れます。両端を結び、球形にしてください。結び目をもう一つ作ります。260緑を膨らませます。先ほどのパーツとアップルリンクします。絞りひねりを一つ。3センチのバブルを一つ。絞りひねりを一つ。3センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。360緑を膨らませます。指定した絞りひねりに取り付けます。260緑で4センチのバブル、360緑で6センチのバブルを作り、ひねり合わせます。260緑で4センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。360緑の空気を先の方に送って紐状にし、指定した絞りひねりに絡めます。260緑の空気を先の方に送って紐状にし、指定した絞りひねりに絡めます。5センチのバブルを作り、反対側の絞りひねりに絡めます。5センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。
360緑で8センチのバブル。260緑で 3.5 センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。再度 3.5 センチのバブルを2つ作り、元の絞りひねりに絡めます。260緑の空気を先の方に送って紐状にし、反対側の箇所に絡めます。360緑で絞りひねりを一つ。260緑の残りをしぼませます。260緑を膨らませ、絞りひねりに取り付けます。360緑で8センチのバブルを1つ、260緑で 3.5 センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。260緑で 3.5 センチのバブルを2つ作り、元の絞りひねりに絡めます。260緑の空気を先の方に送って紐状にし、反対側に絡めます。360緑で絞りひねりを一つ。8センチのバブルを1つ。260緑で 3.5 センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。再度 3.5 センチのバブルを2つ作り、元の絞りひねりに絡めます。260緑の空気を先の方に送って紐状にし、反対側に絡めます。360緑で8センチのバブル、260緑で 3.5 センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。再度 3.5 センチのバブルを2つ作り、元の位置に絡めます。
風船の空気を先の方に送って紐状にし、反対側に絡めます。両方の風船をしぼませます。目を作りましょう。160黒を膨らませます。2センチのバブルを2つ作ります。残りはしぼませてください。両端を結び合わせます。これを顔に取り付けてください。触覚を作ります。160緑の先端を少し膨らませます。適当な位置で結んでください。これを2つ作り、頭に取り付けます。これで完成です。お疲れ様でした。